せショーン、録音するな。まあ待て、オタクの話が気に入ったんだ。後世に残したい。さあもう一度。本気か？もちろんさ、少なくとも君の父君の弱みになる。俺が言いたかったのは、アサシンの家系になんて生まれず、自らアサシンになりたかったってことだ。これで満足か？ああ、でもなぜ？なぜって、選択こそが俺たちの信条の根幹をなすからだ。全てその上に成り立ってる。要は自由意志だ。目の前にあるものを見て自分で決められる。そう、これが望みだ。いや、これは望んでいないってこと。でも、こんな集団や俺みたいな家系に生まれたら、選択肢なんてないも同然だ。嫌になるぐらい同じことを言われる。これが我らの信条だ。ルールがある。これが現実だ。道からそれるな。で、それに疑いを持つと、まるで子犬を殺したかのような扱いを受ける。そこに自由意志はない。おかしいだろ。自由意志が信念の根幹をなすくせに、その信念以外は信じることを認めないなんて。うまく説明できないけど、前から感じてたことがある。俺たちの信条は自己破壊を内包してるんじゃないかって。もし自由意志が一番大事な指針だって言うなら、それを無視する自由もあるはずだ。つまり服従を選ぶ自由もある。わかるか？例えるなら、俺たちはテンプル騎士側についてもいいってことだ。もしそれが本当に自分の意思ならな。なるほど、確かに自己論爆的だ。民主主義では民主的に独裁者が当選することも、民主制が廃止されることもあり得る。僕らの心情には心情そのものを破壊する種がある。だからこそ強く、そして脆い。そうだ、つまり自由であればあるほど危険も増えるってことだろ。とにかく親父は年を取って丸くなったが、ファームにいた頃は厳格だった。俺も厳しくしつけられたよ。自分の進む道を自由に決められると感じたことは一度もなかった。教義や信条を頭に叩き込まれてたからな。10代の頃はただ義務感に駆られてルールに従ってた。ただそれだけだった。組織というものは時間が経つにつれそうなりやすい。行き詰まって原理主義がはびこるようになる。ああ、定めた目標を達成することよりルールに従うことの方が重要になってくる。そうなるとルールの存在意義すら見失うようになる。それは義務論か、あるいはその形態の一つだな。ルールに従うのはルールのためであり、結果のためではない。ああ、けどそれじゃ進歩はないだろう。そうだろうね。ルールに従うのは楽なことだ。祈り、ワインを飲み、パンを食べる、そういう儀礼で安らぎが得られる。でもそんなのは所詮形だけのものだろう。何かをやったような気になれるだけだ。本当に頑張るってことは、立ち上がり自分のケツを蹴っ飛ばして何かをやり遂げることだ。多分人は境界線を求めてる。それも強い境界線を。明確に4つの壁に囲まれたいんだ。うん、そうかもね。境界線の外側にあるものは人生を複雑にするもの、恐ろしいものだ。だからあんたが羨ましい。あんたは自分からアサシンになった。選択を迫られ、自ら決めたんだ。これを信じようってな。そんな僕も10代の頃は不愛想な知ったかぶりだったけどね。ま、言いたいことはわかるよ。知ったかぶりできたことすら羨ましいよ。俺は何も知らなかった、あんたらに出会うまで。ああ、そうだ、あんたとレベッカとルーシーのおかげで俺はようやくアサシンになりたい自分がいることに気づけたんだ。ああ、その、ありがとう、デズモンド。せっかくだ、ハグしよう。触られるのはあまり好きじゃないが、今日は特別だ。お断りだ。そうかい？今日の僕はいい匂いなのに。そろそろ録音は止めてくれ。